こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。アジアの軍事大国として圧倒的な存在感を見せつける中国。その一環として国産空母の建造を皮切りに、急激な膨張政策を続け、日本をはじめ、周辺諸国への圧力もますます強めつつあります。中国漁業者の日本領海ギリギリ領海内での違法操業は、幾度となくニュースになっていますが、これも広範囲に展開する中国海軍の後ろ盾あってのことでしょう。このような中国の動向を観察しながらも、一番脅威を感じていると推測される国が台湾です。近代史をかじった人なら、すぐこの二国の複雑な対立の歴史に思いが飛ぶことでしょう。毛沢東立いる中国共産党と蒋介石立いる中国国民党は日本が敗戦し、中国本土から撤退した後に激しく対立しました。結果的に国民党が負け、台湾に逃げることになったのですが、逃亡にあたっては北京の故宮から優れた財宝を持ち出したこともあり、共産党は不具体点の敵ぐらいの憎悪を向けていました。もちろん台湾もおとなしく中国本土の政権に従ってはいません。同じ民族でありながら長年にわたり対立を続けてきたのが中国と台湾でした。最近は中国共産党が標榜する中台統一、中国と台湾は一つの国という主張もに対し、台湾は自国の独立を維持するため基地金の危機に直面していると言われます。また台湾は戦時中日本の支配下にあった国です。中国や韓国など同じような立場だった国は多いのですが、8月15日を自国の独立記念日として称え、日本を貶める国もある中で、台湾は珍しく日本人にとっては嬉しいことに親日国家として知られていますね。知り合いの中にも、中国本土のものは買わないけど台湾バナナは買うと言ってる人もいます。台湾の中にも様々な考えの人がいます。今後も独立国家として中国と対等に渡り合いたいという考えの人もいますし、逆に中国に好意を感じ、共産党寄りの政策がいいという人もいます。そういう勢力が台頭しつつあるので、その動向も注目を集めているのです。親中派と非親中派がしのぎを削る状況下にあって、現在政権を担っている民進党政府は自主国防の方針を打ち出しました。近海に展開する中国海軍に対抗する戦力として、自国での潜水艦建造を目指すという方針です。台湾は、現在潜水艦を4隻保有していますが、どの艦も耐用年数を過ぎて老朽化が著しいため、20年ほど前から新型の通常動力型潜水艦をアメリカから調達したいと要望していたそうです。この要請を受けて2001年には、当時のアメリカの政権を担っていたブッシュ大統領が台湾への潜水艦8隻の調達を一度は了承しました。ところが、アメリカ自体が自分の国では原子力潜水艦しか建造していなかったため、通常動力型潜水艦の提供はなかなか進みませんでした。素人考えですが、
台湾はアメリカのこういった事情を知らなかったのでしょうか。作れない国に要望するより、製造できる国に頼むべきではないかと思ってしまいます。自国で建造できないアメリカはどうしたかと言いますと、ヨーロッパで建造された通常動力型の潜水艦を購入して、改めてその艦を台湾に転売するということを考えたのです。しかしここで黙っていなかったのが、中国です。台湾の防衛力が強くなることは絶対認められません。かつて、オランダが2隻の潜水艦を台湾に供給したことがありました。この時、中国はオランダに非常に強い圧力をかけたのです。そのせいで、もともとは6隻予定された計画は、2隻の建造に終わってしまいました。もちろん、ヨーロッパで潜水艦を建造できるのは、オランダ以外の国でも可能でした。スウェーデンやドイツ、フランス、スペイン、イタリアなど多くの国でも潜水艦が建造できたのですが、結局、台湾の調達先は決まらなかったのです。こうして中国による政治的、軍事的圧力、要するに横やりによって他国から潜水艦を購入するのが難しくなった台湾でしたが、この苦い経験を逆手にとって、2017年に自国での建造に方向転換しました。自国で作るのなら、他国に気兼ねする必要は全然ありませんよね。2019年5月、国産潜水艦を建造工場が台湾南部の高雄で起工式を行い、2025年末までの予定で試作艦を建造する予定ということで公表されました。試作艦の建造費は約1780億円と言われていて、排水量は約2500〜3000トン。サイズは全長約 70m、幅約 8m ということです。日本の海自の最新鋭潜水艦、翁竜が排水量2950トン。全長約84メートル。幅約 9.1 メートルで調達価格が約660億円ですから。潜水艦の初回建造費用がどれほど巨額になるのか明らかですね。アメリカ政府は2018年に公式に台湾の国産潜水艦建造に自国の企業が参加することを承認しました。これによっては部品調達等に様々な動きが出てくるだろうと推測されます。さて、日本も中国海軍の脅威という点では台湾と同じ立場ではあります。武器輸出規制が緩和されたので、オーストラリアの新型潜水艦の導入計画に名乗りを上げたのですが、台湾に対してはオーストラリアと同様にはいかないようです。なぜなら、日本で潜水艦を建造している三菱重工業や川崎重工業などが、前述の中国による政治的、経済的圧力に阻まれているという厳しい現実があるのです。様々な問題があるにしても、日本にとって中国が大切な貿易国の一つであることは言うまでもありません。台湾に便宜を図れば、中国から非難され、貿易が不利になる恐れも確かにあるのです。日本全体として考えれば、俗に言う、あちら立てれば、こちら立たず状態になってしまうということです。台湾政府は、自国での試作艦の完成を待って、
現在使用している骨董品のような潜水艦と交代する予定のようです。実は現在使用しているのは、第二次世界大戦時に建造され、それから70年以上も活躍しているアメリカ製の潜水艦なのです。耐用年数もとっくに過ぎた老朽艦と言っていいでしょう。交代した上で、現在と同じ4隻体制を維持したいという考えなのです。その後に、試作艦を含む国産潜水艦を8隻建造して、こちらも、艦齢30年以上になるオランダ製の艦と代替する方針らしいです。台湾の動向に神経を尖らせている中国海軍の装備を紹介しますと、通常動力型潜水艦は、新旧合算で57隻以上を保有していますし、攻撃原子力潜水艦も11隻収益させています。潜水艦の数では圧倒的に中国が優勢な状況下で、台湾が今さら8隻の潜水艦を保有したとしても、全然歯が立たないのではないか、と指摘する声も一部にはあるそうです。だからといって、中国の圧力を無視することはできません。この他に、中国海軍に対する有効な対抗手段が現在はないのですから、台湾としては、一刻も早く新型潜水艦を配備して、台湾海峡の防衛に備えるしかないというジレンマがあります。